はい、どうも、ビクスヨスです。はい、今回はですね、ホットウィールのキャラウィールっていうね、やつなんですけどもね、これなんですけどもね、まあ、ちょっとこのイラスト見ていただけたらわかると思うんですけど、パトレイバーという、機動警察パトレイバーという作品がありまして、そちらに出てきた、98式特型指揮車という車両の、ミニカーですね。まあ、トミカでいうとこのドリームトミカとかそういう感じだと思うんですね。こういう風に。まあ後ろに機動警察パトレイバーで最高速度が145キロ、所属は特殊2課パトロールレイバー中隊で、定員乗車定員が1名。事件現場で、レイバーイングラムの指揮およびバックアップを行う小型自動車で、1号機バックアップの篠原優まで言えば東ですね、と2号機バックアップの新志幹康、まあ、これ多分ドライバーとかあれだと思うんですけどもね。で、まあ、ホットウィール。まあ、初めて紹介しますね、ホットウィールは。まあ、アメリカかどっかだと思うんですけども、ちょっと、ごめん、間違えたもんね。で、販売は、発売は、バンダイがやっているようですね、これは。まあ、かっこいいですね。で、まあ、今回、こちらがその本体なんですけど、まあ、すでにね、見ての通り、もう、ブリスターが外れてしまってるんでね。ではね、早速見ていきたいと思います。これがなんかミニカタログ的なやつですかね。ちょっと見ましょうか。スターターセット。おお、何このあれ。よく見るとね、ビートルですかね。とか、あと、フェアレディ Z33 ですとかね。あと、セリカみたいなのもありますね。まあ、なかなか熱いラインナップですね。2002年に発売されてるやつかな、どうやら。ちょっと詳しくは分かんないですけど。で、自分自身はね、パトレイバー詳しくないんだね。ちょっと今回のウィキペディアとか見ながらの説明になるんですけども、ね、ちょっと声がおかしい気がするな。いつか。はい。で、こちらですね。結構重いですね。でですね、まず車の車両から見ていきましょう。まあ、トミカと違ってアクションみたいなのはないと思います。で、ここに、サーチライトを積んでますね。では、こちらが赤色灯ですね。すごい V 字ですね。すごいですね、この V 字。すごくないですか？ほんでですね、まあ、横に警視庁って書いてありますね。乗車定員が、1名。モデルがね、僕モデル自体は知らないですね。で、これ中国製なんですね。意外ですね。ダイキャストメダル製。まあ、トミカと一緒で、金属でできてるんですね。で、まあ、ホイールがこんな風になってますね。かっこいいですね。じゃあ、これアンテナでしょうね、多分。自衛隊とかでこんな感じのアンテナの車いますよね、たまに。で、まあ、じゃあちょっと、ウィキペディアを見ていきたいと思います。所属は警視庁で、製造は四つ菱自動車、かなみたいですね。全長 3.45 メートル。幅が 1.62 メーター。車両総重量はこれで1トン超えてない 957キログラム。意外ですね。で、エンジンは水冷ガソリン。出力 80PS。最大速度145キロ。で、装備が、先ほど言ったようにこちらの投光器ですね。と、あと、ラウンドスピーカーと MK47 車載レーダーというものがあるみたいですね。で、これは、その、パトレイバーって、その、ロボットみたいなやつが、まあ、戦うっていうのかな、なんかそういう作品みたいなんで、その、まあ、後方の視界が容易ではないため、それを補佐するための装甲車みたいですね。で、指揮バックアップ用の電子機器や投光機、外部拡声器、ウィンチのほか、警視庁との情報通信設備が搭載されているそうです。なるほど。で、小回りに効く小型のバギータイプ、まあそう、ダーモンでこういう感じなんですね。98式指揮車のシルエットはそのままに旧ドイツ軍の軽駆逐戦車ヘッツァーを模した元。あ、ヘッツァーをモデルに装甲車化したんですね。で、実写作品のザ・ネクスト、じゃあ、ごめんなさい。ザ・ネクスト・ゼネレーション・パトレイバーでは、フェレット装甲車が98式特型指揮車役として使用に撮影され、このね、指揮車、フェレット装甲車というものなんですけど、これ、
イギリスの装甲車なんですけども、大阪の吉司令さんが、今、その本物その撮影に使われたやつの本物ですね。乗ってらっしゃるんですけども、オーナーなんですけどもね。ですね。今度、パトレイバー作品発表30周年を記念して撮影会を行うそうなんですね。パトレイバーに登場した、旧式特化式出社と撮影家の、まあ、本人曰くその、漫画版、テレビ版、オーバー、劇場版とね、実写版、皆さんこだわりがあると思いますが、この機会ぜひ皆さんご参加ください。とのことです。で、もちろん私もね、現時点では、ね、参加予定でいます。もちろんパトレイバー自体にはね、ちょっと、詳しくはないんですよ。ただ、そのフェレット装甲車自体は、まあ結構好きな方なんでね、そのフェレット装甲車というか、まあ、98式、特化式車、それの撮影だけでも、撮影とか、それに興味持ってる方だけでも OK ということなんで、自分はそれの感じで行こうかなと思っております。で、まずはですね、開催日時ですが、7月の28日の土曜日の昼11時から、夕方16時まで。で、開催場所はフォトスペース RS というスタジオの、A スタジオになりますかね。ちょっと詳しくはわかんないですけども。で、着替え部屋なども完備していて、詳細は、ウェブを参照、まあ、概要欄の方にね、貼っておきたいと思います。参加条件、パトレイバーファンであること。レイヤーカメラマンを問いません。指揮者だけ撮影したいということなのも大歓迎だそうです。参加費用これ2000円ですが、こちらは営利目的ではなく、スタジオ費用に使うため、もしスタジオ代とかから、超えてしまった場合はすべて日本赤十字社に寄付するそうです。で、連載として、98式特化式車は63年に製造された英国陸軍の装甲車をベースとしていることから撮影当日に故障し、まあ、撮影感が中止になってしまう可能性があります。まあ その辺はご容赦ください。あとその場合参加者各自の損失などは一切責任取りませんのでね、まあそれはご承知の上ご参加くださいね。で、あと特化式車を用いた撮影には車両の乗り降りの際、危険が伴います。まあ、車高が高かったりするんでね。車高高いですか、まあ、あと金属でできてるものですか、ぶつけたりすると痛いんですよね、当たり前ですけど。で、まあ、こうやってぶつけました、落ちましたでの怪我に関しては一切責任問いませんので、まあ、怪我しないように。あと、応募者が多数の場合は先着順になってしまいますので、参加者の制限をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。特記事項として、イベント開催時は主催者並びにスタジオ関係者の指示に従ってください。万が一スタジオ機材や車両等を破損した場合は、当該参加者、現状復帰にかかる費用を全額負担していただきます。まあ、装甲車を壊してしまった、スタジオの機材を壊してしまったって場合はね、金払いって話です。ですね。補足として、今回の見た98式特化式車のオーナーである吉司令と有志により運営されるものです。参加者の皆さんが安全に楽しく撮影を行い、世代を超えたファン同士の交流が深められればと考えて企画しました。ですので、迷惑行為があった場合は即刻退場していただきます。まあ、迷惑のない、他人に迷惑をかけたりね、嫌なことをしない、まあ、大事ですよ。うん。で、参加申し込みですが、Twitter の吉司令さん、ミリタリー AFV っていうアカウントなんですけどもね、こちらをフォローしていただき、直接 DM にてダイレクトメッセージにて、参加の申し込みを、ご連絡をお願いします。参加申し込みをいただいた時点で、明細事項を含め全ての事前告知内容を同意したものとします。なお参加費用については開催当日にお支払いいただきます。お釣りなきをご準備お願いしますとのことです。まあ吉司令さんにはね、この動画についてもね、事前に説明しております。なんでね、動画の概要欄などに、吉司令さんのその面載などを書かれたツイート、および、吉司令さんのツイッターの、アカウント、あと、会場の住所などをちょっと貼らせていただきますので、ぜひ、見ていただけたらなと思います。まあ、今回はね、パトレイバーの、このミニカーの紹介なのか、そのイベントの告知なのか、ちょっとよくわかんなくなっちゃいましたけども、まあ、自分も参加するんでね。まあ、このフェレット装甲車もね、98式、その特化式車仕様に、今どこまで再現されるかはちょっと自分もわかんないんですけども、まあ、再現されるらしいんでね。
まあぜひ参加してください。ですね、あとなん、うん、あとね、うん、なんだっけ出てこねえや、なんか言わなきゃいけねえな。ね、まあ、となんだっけかな、なんだっけ、なんだっけ、まあ、あの当日ね、あのもし参加される方がおらっしゃいましたら、あのぜひ楽しんでください。それでは今回はね、あのペレット装甲車じゃねえわ、98式特型指揮車の方紹介させていただきました。ご視聴の方ありがとうございました。イベントの方もよろしくお願いします。それでは。